さて、前回のシャバ像状態をなんとか元に戻してきたんで、ちょっとアルバイト再挑戦しよう。そば配達が難しすぎたんだよ、多分。もっと値段安いやつあるでしょ。だって同じ難易度値でも一番安いの取れたこれか。軽作業員募集5,500円、一番安いやつならさすがにできるでしょ。だってバイトで稼げなかったらもうさ、金稼ぐ手段ないじゃん。喧嘩し続けるしか。犬居マンション前の荷物を竹尾ハイツに運ぶ、やっぱ金稼ぐ手段は必要なんで、これならいけるでしょ。まあ、これがどういうバイトかわかんないけど、蕎麦屋のだってあれ難しすぎたもんね。本編でバイク乗るのが初めてだったことを差し引いても、で、は、荷物を運べ。これらのやつを、消しゴムみたいだな、この荷物。これをどこに運べって、これ、このあ、ちょ、時間ない。よく見たら全然時間ない。あそこに運べばいいんだな、多分。よし、あと10秒。これ間に合うか。はい、アルバイト成功。いいの、逆にこんなんでバイト終わり。嘘だろ。え、バイトだ。もらっていいの、逆にこんなんで。うわ、増えた5,500円、やった。わ、前回の何だったんだよ。そば配達する必要全くないじゃん、じゃあ。一回あたりの給料は、そばの方が高いけどさ。蕎麦屋の配達成功したとしてもあれ結構時間かかるから、時間あたりの給料こっちの方がいいんじゃない。この軽作業を繰り返すって方が。逆に軽作業系だったらもっと上目指せんじゃないの。星5個のやつとかさ、軽作業員募集で5万円。あ、ダメなんだ。あら、お兄さんにはまだ早いかしら。え、どういうこと。未成年に働かせらんない内容なの。なんかレベルとかあんのかな。あ、これもダメなの。ある程度レベル高くないと高レベルのバイトはできないみたいな。ダメじゃん、全然。何、なんか資格いんの。星には、あ、いける。星2までならいけるんだ。あ、そば配達は11,400円。二度とやんねえけどな。軽作業ならいけるでしょ。バスケコート脇の荷物をバスケコート内に運ぶだもん。だって内容猿でもできるレベルの内容だからね、これ。いいんですか、そんなんで給料もらって。むしろバスケコート脇までは誰が運んだんだよ。バスケコート脇まで運んだやつがそのまま中まで運べよ。無駄な人件費でしょ。俺の仕事なんなの、これ。バスケコート脇の中に。でも分かりやすいな、目標が。さっきは最初ちょっと戸惑ったけど。あれか。あれだな。で、え、時間全然ねえじゃん。10秒もないじゃん。え、これ間に合うの？は？アルバイト失敗。マジで？っていうか、あれ成功したら8000円ぐらいもらえんの。内容的にはこの5500円のやつよりもしょぼいからね。1個運ぶだけだから。なんなんだよ、あれで失敗ってどういうことだよ。あんな8秒ぐらいで、用意どんで8秒ぐらいで運ばなきゃいけない理由って何。あれは、あれクリアできんのかな。ステータスの足の速さとか上げればいけんのかな。ちょっと俺秘密兵器持ってきてっから。よかった、これたまたま持ってきて、どっかで拾って家に送ってた喧嘩魂持ってきてたんで。いや、これで、いや、まあ1上がったとこでそんな変わるかって言ったら変わんないと思うんだけど、でもこれでもしかしたら今のやつクリアできるかもしんない。でもこれ1個運ぶだけだから、
このバイト繰り返してたら回転は早いからさ、結構稼げるんじゃない？もう一回やらせな、バスケコート。これで7850円もらっていいのか。距離にして 2,30 メートルダッシュするだけで8000円もらえんだぜ。やらせてほしいわ、このバイト。紹介してほしいわ。いくぜ。もう目標もわかってるしね。えい、これ拾ったらすぐダッシュで最短距離で向かってく。うん、ダメなの。ダメなのかよ。なんだよ、1秒とかせいぜい2秒ぐらいでしょ、遅れたの。俺が2秒遅れることによって何の業務に支障が出んだよ。ふざけんなよ。それさっきのやつもいいでしょ。そんな 1,2 秒で何の業務に支障出んのか教えてほしいわ。っていうか何回も言うけど、バスケコート脇まで運んだやつが中までやっとけよ。くそ、俺レベル上げてやろうかな。あ、ダメだ。お？あー、こいつだ。あ、前回倒したやつまだダメなんだ。でも殴っちゃえば関係ないよね、普通に。ちょ、こっち来い。あいつら来ねえな。まあ、いっか。てめえ！おーだ！あ、やった、上がった。あれ？測ったみたいに都合いいな。でも足の速さ上げてやるからな、もう。2ぐらい上げればいいか。残り2ポイント一応取っとくか。足の速さってそんなにいらないステータスだと思ってたんだけどな。小銭拾う。おら、この新しい格闘術。えい、このジャブの速さよ。おい、もう相手しなくていいか。じゃあな、バイト行くから。すまん、バイトの時間だ。お前らと遊んでる暇はねえ。お前らも遊んでねえで労働しな。よし、任せろ。さっきより足早くなったからな。軽作業員募集、ガモン。まあ、さっきも結構ギリギリのタイミングだったし、あんだけ足の速さ上げればいけるでしょ。これで無理だったら残り2ポイントも足の速さに突っ込む可能性あるからね。でもそれちょっとできれば避けたいから。戦闘力も大事だからね。よし、来い。あ、今なんかちょっと出遅れた感ある。ほら、でも足の速さは上がってんぞ。失敗。なんでだ。ちょっと待って、今のスタートダッシュに失敗したんだ。待ってくれ、もう一回チャンスをくれ、ババア。ババア！くそ。もうこの3-2-1の意味もわかんねえし。とっとと始めろよ。その3秒でだいぶ差出んだよ。来たー、置ける。失敗、マジかよ。くそがー。くそがー。あのババア、俺を舐めやがって。クソが、全部突っ込んでやるからな。イダテンの大手よ。おーら、来いや。そんなにスピードに違いを感じない。よーし、ダメなの。俺は何のために足の速さにポイント振ったんだ。こんな悲しいことがあるか。くそ、くそ、完全に負けた。どんだけレベル上げればいいんだあれ。他にもうお金稼ぐ手段ないかな。もういっか、結局喧嘩で稼げば。そうなると足の速さに何の意味もなくなっちゃったけど。
ちょっと他のバイトも試そうかと思ったけど、もういいや、そんな気力ないや。もうあの5500円の一番安いやつ繰り返しとけばよかったんだな、あれやってる間に。悲しいな。ああ、移動しよう。別のとこも行ってみようぜ。陣場中央駅のこの国島っていうのがアルバイト紹介所のあった場所なので、反対側もちょっと行ってみよう。陣場高校ってなんか前作ではイケメンのキャラがいた気がするけど、お店とかもあった気がする。服とかも買いたいからな。一応多少はバイト代得たので、4回バイトして5500円。悲しいな、悲しい結果になったな。あいつはチンピラか、もうかましてやろうか。おいおいおい、ブツブツブツ、あ、違ったわ、全然全然ヤンキーじゃなかったわ。固まって歩いてっからそうかと思っちゃった。ごめんね。なんかお店あんな、あそこに。入り口どこだ、こっちか。お、利用店じゃん、バーバー。お邪魔するぜ。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。クソ渋い髪型。ああ、あんじゃん。お、ロングリーゼント。いいじゃん。でもリーゼントだと極光の番長と被っちゃうからな。角刈り。ああ、今の服装的にはこれが一番合ってんな。ハッピーとふんどしで角刈り。完璧じゃん。ああ、これっていうのがないな。他の利用店も行ってみないとな。せっかく来たから角刈りにすっか。よし、ありがとうございました。完全にコンセプト的には、今の服装のコンセプト的には仕上がった状態になったけどね。角刈りにハッピーにふんどし、ちょっともう両津勘吉めいた感じになってしまったけど、日和ってのもこれヤンキー用語なのか、元は普通に使ったりするけどね。まあ、さっきとそこまでの差ないけどね。いや、でも仕上がったな、これ。これは仕上がったわ。うっす、はい。どうよ。バイトしたいなら駅前のバイト紹介所行ってみなよ。この格好見てバイト探してるやつだと普通思わないけどね。無職だとは思われてるかもしんない。あと、ここにもお店。あ、雑貨屋かな？ホビーライク。なんか似たような店。あの、極光近くにもあったよね。極光のとこと同じ店員さんじゃないのこれ。なんか面白いもんないかな。 P レーダーって何？ポリス探知機。でも普通にミニマップに出るよね、右上の警察近くにいたら。なんか近く来たら音が鳴ったりすんのかな。タクチケとか、あ、これ便利そうだね。タクシーチケット持っとくと、ああいいじゃん、こういうの。今のコンセプトからすると台無しになるけど、いかにもじゃん。下っ端のヤンキーがつけてるやつじゃん。下っ端のヤンキーか世紀末の漫画でしか見たことない。あ、こんなもんあんだ、いいね。あ、インテリじゃん。あ、メガネかけるとインテリっぽくなる。ゴーグル、あ、ゴーグルいいかも。髪型によってはこれかなりかっこいい感じになるんじゃない。あれ、グラサン系とこのマスク系って共存できるんだっけ。ゴーグルもつけちゃおうか。で、あとは武器とかか。タクシーチケット便利そうだな。なんか一個買っとこうかな。よし。普
通に買い物したぜ。ありがとうございました。イエー。そういえばさっきレベル上がったからさ、レベル上がってからまたあの大山田さんの道場とか行くと新しい技増えてたりするんかね。だからあの道場も定期的に行った方がいいんだよね、多分。で、その時に技買うようにお金も貯めとかなきゃいけないと。いやー、計算を繰り返すか、また今度。もうよくわかんない人になっちゃった。よく見えないよ。どういうことこれ。あ、なんか喧嘩売られた。あ、え、なんで？メンチ切れよ、先に。マナーだろうかよ。最初にメンチ切んのかよ。マナーも守れねえシャバ僧がよ。相手見て喧嘩売れや、クソが。よし、ちょっといろいろこの辺のお店巡ろうか。なんか結構あるな、お店。ここ曲がってここか。あ、ゲーセンじゃん。へえ。ゲームセンター入る。なんか遊べんのかな、ミニゲームみたいなの。なんか調べられる場所あんぞ。メダル交換。あー、はい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 。いくらかメダル買ってそれ元手にしてメダルゲームで増やしてみたいなのがあるってこと？え、これなんだろう、気になる。ハテナのやつ。伝説の光棒って何？あ、じゃあメダルが足りませんじゃなくて、どういうもんか教えてほしいんだよ。いや、実態が分からずに買うの怖いでしょ？教えてもくれないんだ。どうしよう。なんか買ってみようか。まあ、お金がいっぱいあれば無理やりこれでね、両替しまくって景品手に入れるってこともできるんだろうけど。ちょっと1000円分メダル買ってみようかな。これで何ができんだ？顔のアップになんないかな。顔のアップ。チラチラ見んなよ。挙動不審すぎるでしょ。で？は？なんでだよ、くっそ。じゃ、なんでなんで。待て待て待て、ほら、クソが、メンチ切ってから喧嘩うんのがマナーだろうがよ。小銭小銭、クソが、ほら。うい、おい、おい、他のお客さんいなくなっちゃったじゃん。でもいいな、貸し切り状態だわ。スロットとかあんのね。うわ、あ、ロードそんなに長くなかった。マックスベッド、マックスベッドで5枚か。で、はい。うわー、すっげー滑りじゃねえか。押してから目押し不可能すぎるでしょ。押してからだいぶ滑るもの。まあ目押しできたとしても、こうやってさ録画しながらやってる環境だとラグが強いから目押しなんてできないんだけどね。お、チャンス、カモン。はい、やめます。増える気しねえわ。一生懸命バイトしてメダル買いまくった方が効率いい気すらするわ。ダメだな、スロットは。当たる気がしなすぎる。一回回すのにもそこそこ時間かかるし。テンポが良くない。俺はもうクソ長ロードだよ。ミニゲームから出るだけでさ。またチンピラいいんじゃん。喧嘩うんなよ、もう。ポーカー。ポーカーならわかりやすいな。よし。マックスベッド。マックスベッドで10枚かけんのか。うわこれはあれだな。これでワンチャンこのストレートを狙うという。来い。ああ、マジですごくね。
ダブルアップあるでしょ。よし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 、これ一気に増やせる可能性あるぞ。11って結構きつくない？ハイ&ロー選べないんだね。決定しかないから。だハイじゃなきゃいけないわけでしょ。無理じゃん。くっ、もう一回だけ、もう一回だけやろう。うえ、ジョーカーチャンスよ。ジョーカーあるけど、またストレート狙うか。2345だから1か、なんだ、6が出ればいいのか。決定。あ、ワンペアでもいいんだ。ああ、そうか、少なくともワンペアにはなんだね、ジョーカーがある時点で。よし、ダブルアップで稼いでやるぜ。3はいけるでしょ、これ。よし。勝った。さらに行く。えい、カモン、ドロー。えい、えい、えい。えい、えい。結構俺獲得できない？今。獲得メダル80枚って状態になってるよ。あ、結構勝った。もう一回ぐらい行こう。これで最後にする。これで最後にするから頼む。よし。はい、次次次。やめる。100枚は超えたかったな。クソが。二度とやんねえよ、バカ。ポーカーですら、真面目にバイトしてコイン買いまくった方が効率いい気するわ。いや、それ以上に効率いいもんないでしょ、絶対これ。バイトしてメダル買いまくるのが一番早いでしょ。あ、一回倒したからもう喧嘩売ってこないのかな。よしよしよし。これは遊び尽くすだけで結構、腕相撲？何それ？ワンプレイ100円ですわ。連打したりするタイプ？ FF7 のあれみたいな。ちょっとな、いきなり吹っかけてもあれだから、普通に下からやるか。四角ボタンでスタート。あ、連打？連打するやつか。あー、連射コントローラーじゃねえんだよ今。くそ。重量でも結構強くない？あ、でもこれでストレート勝ちみたいな感じ。よし。あ、重量なくなってる。ちょっとずつ上げていくか。うーん、連打系って一番実況プレイ中に出てきて一番面白くないやつ。でもやるぞ。でもちゃんとやる。下から実況者特有のいきなり横綱ふっかけて、あー負けたーとかそういうのをしないから、ちゃんと下からやっていくから。よーし、来たぞー。あとは横綱か。結構ここまで来たな。よし、本気出すぜ。カチャカチャするやつやるぜ。こっからは来い。動かねえ。カチャカチャ法を解禁したのに動かないの。あ、負けてんじゃん。ちょっとバカ、抱いてよ、抱いてよ。あはは、負けた時の音しょぼ。ブーブーブーバブーっつって即様ロード画面に入るの。悲しい。これは何？メダル得られるの？大関まで分かったじゃん。はぁ？大関まで行ったことは何も評価してくんないの？んだよ、あれ横綱か。くそ、もう、連射コントローラー買ってくるまであるからな。そういうことすんだったら。最後にパンチングマシンやろう。これで最後かな。あとは、もうないな。で、あれ、かけてるってあれ、大山田さんじゃないの？大山田さん段違いじゃん。やっぱ強えんだね。どういうこと？
丸が大きいときに、あ、真ん中で押せばいいんだな。うわ、ずれた。よし、結構いったんじゃない。ゲージの方はそこそこうまく、イエーイ。え、2位じゃん。あ、2位じゃなかった、3位だ。サプリメント赤を入手しました。あー、これトップになると結構いいもんもらえんのかな。ちょっともう一発かますか。うわ、でもこれやるたびにこのクソ長ロード出てくんだきついな。あんぐらいのミニゲームもっとテンポよくやらせてくれよこんなのでもあんなクソ長ロードになんの。あーじゃねえよ。よし、本気出す。ちょっとラグを考えて結構早めに押しすぎちゃってたんだよね。意外とラグなかったかも。あー、微妙なところ。あー、ぼちぼちだな。これでもこんだけか。2位にもなれないのか。あれ、かけてるのやつ抜けんの？もう一回やりたいのにロード長えからさ。いっかも、ゲーセンは。あー、でもいっぱいお金稼いで、あのメダルの景品欲しいならいっぱいお金稼いで金でメダル買いまくるのが早いっていうことは分かった。いっぱいお金稼いだらまた来よう。よし、まあ今回はここまでかな。あの3日後って言われてからもう2回ぐらいは睡眠取った気がするので、家帰って、これで家帰って睡眠取ったら、朝まで睡眠取ったら、あれかな、3日経ったことになるのかな。じゃあ帰って寝よう。よし、じゃあ次回はおそらくストーリー進めることになると思うんで、また次回よろしく。